画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなーです。ということで、今回はね、まあ、ちょっと後付け実況という形で、昨日の2000人記念企画の方のね、まあ、感想というか、反省会みたいな感じの雑談をね、ちょっとしたいと思います。よろしくお願いします。いや、本当にね、改めてね、2000人記念企画、本当にね、たくさんのご応募ありがとうございました。本当ね、なんだろう。まあ、ぶっちゃけ4月ぐらいしかメール来ないと思ってたんですよね。ぶっちゃけまあわざわざだって YouTube にさ動画上げてさ、それをしかもメールにしてリンクくっつけて送るなんてめんどくさいこと、まあ来て 4,5 件だろうと思ってたんですけど、まあちょっとね、全然舐めてましたよね。完全に舐めてましたね。普通にまあちょっと20何件かぐらいメールのをいただきまして、もちろん全部、動画チェックさせてもらいました。本当にありがとうございます。改めてご協力の方、はい、本当にね、なんだろう、ね、びっくりしたよね。いや、なんかなんて言えばいいんだろうな、ついこの間まで本当僕の場合はチャンネル登録者数100人とかっていう次元でやってたんで、なんかあ、もうそうか、こんだけこうやって企画したら応募してくれる人いるんだっていう嬉しさと、そのなんだろうな、微妙な責任感それがちょっとね、そう、ちょっと自覚しましたね。あ、もうそうか、そうか、そうか、そんな感じかと思ってどんな感じだよって話なんですけど、まあでもだから本当ね、こう、まあ、メールの方にもちゃんとね、一件一件返信もさせてもらったんですけど、結構やっぱそういう個人個人に対応する企画をするとだいぶ時間をかかるなっていう風にちょっと実感しましたね。はい、結構、うん、やっぱりね、それだけのなんだ数が集まってるので、個人個人に対応してたら結構時間がかかるようになってしまったのかなっていう風に思いましたね。でやっぱね、数が集まれば集まるほど本当ね、その不採用にするのがすごい心苦しい本当に。なんでね、ちょっとね、まあその辺は結構反省点かなというふうに思いますね。僕の予想が甘かった、うん、って感じですかね。で、あと実際にね、まあ動画編集してたんですけど、本当ね、最初なんだろう、もう1から100まで全部なんだろう、アドバイスじゃないですけど解説コメント入れてやってたんですよ。そしたらマジでもうなんか一挙手一投足まで解説してますみたいな動画やってたら、マジで1時間近い動画、1時間近い動画になっちゃってこれさすがに、これアップロードしてもこれ見る人いねえだろ最後までみたいな感じになっちゃったんですよね。で、まあ、ちょっとだから結局ね、そのやっぱり直接隣に立ってここをこうしろああしろって言いながら、なんだろうな、プレーをアドバイスすることができないので、結局やっぱり大まかな解説というか要所要所の解説になっちゃったなっていう風に個人的に思ってます。はい、本当はもっとね、すごい細かいことを伝えたかったっていうか、この動きはもっとこうした方が良かったんじゃないかなっていうので、もっと言いたいこととかこうアドバイスできたかなって思うところもあったんですけど、それをやるとね、いかんせんも動画の長さがすごいことになっちゃうっていうこれ誰も見ねえわっていう感じになっちゃったんで、まあその辺もちょっと反省ですね。思ったより僕自身がね、満足できる動画にできなかったかなっていう感じですね。そうですね、そんな感じですね結構反省点ありましたね、今回の企画は。だからね、やっぱね、まあもちろんね、やっぱ今現段階で高評価の方も110件以上来てて、すごいやっぱり、なんだリスナーさんの方からも、まあ、続けてほしいですとか、勉強になりましたみたいなコメントが来てて、僕自身すごい嬉しいです。はい、本当ありがとうございます。なんでもちろんね、できる限りこの企画続けたいなとは思うんですけど、まあ現段階でそれだけやっぱ集まるってことは、この先もっとだからチャンネル登録者数増えて、その度にとかやってたら、これちょっとひょっとしたらちょっとあれだな時間的に追い切れねえなっていう風なのがちょっと、はい、懸念というか心配材料っていう感じですかね。もちろん続けたいんですけどね、まあだから時期見極めてっていう形になるのかなっていう風に思いますね。もしくはもうちょっとその応募条件を絞るっていう形になるのかなっていう風に思いましたね。だからもうなんかすげえわって思いました、改めて。こうクリップとか募集してる人
本当なんか動画見るだけでどんだけの時間かかるんだろう、かかってんだろうっていう風に思いましたね、マジで。河川さんすごいっす本当に一個一個チェックしてたらすげえんだろうなって、そんな感じですかね。でやっぱね、そうだからいろんな人がねもうちょい参加できる企画じゃないですけど、そういうの考えたら、まあ、コメントの方でもあったんですけど、やっぱ生放送とかやるのが一番なのかなっていう風な感じもねちょっと思いました。うん、まあ、今ね YouTube ライブが結構新しくなったっていうよりか、まあちょっと若干システムが変わったのかな。うん、まあ、YouTube ライブの方もね、まあ、YouTube が結構生放送の方にも力を入れてるっていうか、まあ、ちゃんと整備しだしたっぽいんですよ。まあその辺よくわかんないですけど僕なんでね、うん、まあ、生放送の方もね、うん、視野に入れるべきなのかなっていう、そっちの方が結局、まあ、リスナーさんとね一緒に楽しんで味方同士でプレイしたりもできるし、まあ、敵としてプレイしたりもできるし、単純にこうロビーやってランクも回るだけでも、うん、チームデスマッチ行ったら一緒にマッチングできるかもしれませんみたいな感じができると思うんで、結構やっぱ生放送そろそろ視野に入れた方がいいのかなとは思いつつ、実際でも生放送になったら今度逆に何人集まるんだろうかっていう不安もありつつね生放送の場合は実際こう好きなタイミングで見れるわけじゃないですか、動画と違ってやっぱやってるタイミングでしか見れないので、うん、そんな人集まんねえだろうなとか思ってるんですけど、まあ、その辺はねちょっとおいおいまた考えていきたいなというふうに思ってます。はい、まあでも本当にね改めてとりあえずチャンネル登録者数2000人ありがとうございました本当に。ね、ついこの間ね1000人記念企画をやった気がするんですけど個人的には、うん、まあまあまあ次なんだろう5000人かな、やっぱ次5000人でねちょっとなんか企画してやりたいかなっていうふうに思いますね。はい、どんくらいでいくかな5000人、まあわかんないですけど、なるべく早くねやっぱ達成できるといいなっていうふうに個人的には思っております。はい、でもやっぱねなんだろう初心者さんがねこう見てて一番楽しめるっていうか、見てて一番なん勉強になるっていう言い方したらなんかすごい偉そうな感じになっちゃうんですけど、なんだろうな、見ててなんて言えばいいんだろう、楽しめるなのかな、やっぱり初心者さんに優しい実況者っていうのかな、うん、やっぱそのコットのね実況者界隈の中ではやっぱ初心者さんに一番優しいって思われるような実況者さんは目指したいなっていうふうに個人的にね、まあ今のところ思ってるんで、まあやっぱこの初心者さんの、プレイ動画解説みたいなのは、まあ何らかの形で続けていきたいなというふうには思いますね。はい、まあさっきも言った通り時期を見極めてっていう形にはなっちゃうと思うんですけど、はい、でも本当改めてね、なんだろう、まあ現段階で本当高評価数が100件超えてるっていう、まあ僕の動画のいつ普段の高評価数から考えたらとんでもないことですよね。本当にありがとうございますマジでマジでありがとうございます。はい、うん、なんだろう、なんかね結構コメントの方でもね小手綱さんなんかわざわざこんなことしてあげて優しいですねみたいなコメント来るんですけど、別にそんなじゃないんですよ僕本当性格クズなんで、うん、ただやっぱなんだろう力になりたいなっていうのが一番なんでね、あんまね、あんまなんだろう、あんま僕に期待しすぎないでください、本当。性格クズなんで、はい。でも本当にね、見てくださってる方のおかげで、ここまでやれてると思うので、本当にありがとうございます。これからも頑張っていくので、よろしくお願いします。それではまた、次回のね、動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。こてつなでした。おつぽん。